道を変えれば、あの道を戻れば、ふるさとに帰れたはずが、その道を帰っても、その道を戻っても、自分のふるさと、住めなくなっちゃってる人たちの、代弁するようなこの歌かもしんない。みんなが知ってる歌歌いますよ。みんな歌ってください。カントリーロードって歌なんだけど、みんな知ってると思うんだよね。みんな歌ってくれますか？この東京から、この東京から、ね、福島に、この気が届くように、みんなで歌ってくれますか？カントリーロード。カントリーロード、この道ずっと行けば、あの街に続いてる気がする。カントリーロード、皆さん歌ってください。カントリーロード、みんなの声聞こえましたし、切ってやっぱ届くと思うんすよね。切ってやっぱ気だと思うんすよね。どんなエネルギーで自分たちが生きているか、それだって気だと思うんすよね。その気を良くしようって話じゃないですか。やっぱり人生楽しみたいっすよ。俺はずっとこうやって音楽やっていたいっすよ。だけどまさかのその福島の子たちなんてバンドなんかやってる場合じゃないんだぜ。みんなそういう人たちいっぱいいるんだよ。まさかの東京のエネルギーを賄うためにだったんだよ。しかも新潟だってそうですよ。東京電力のね CM が毎日のように流れてます。実は皆さん知らないと思うけど、自分たちは対策してるって、津波の準備始めてるんですよ。どん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 全国で。そうじゃないですか。やっぱおかしいっすよ。
福島の人たちのためにもやっぱり流れ変えましょうよね、みんなでね、本当ね、気を良くしましょうよ。それでも生きていかなきゃいけないんだから、これ以上日本嫌いになりたくないっすよ。自分たちが生まれた国だもん、場所だもんね、この土地本当好きでいたいっす、離れたくないっすよ。そうでしょね、ねってね。やっぱ音楽があって、今日本当にすみませんね、こんなでかい声でね歌って、まあ、ある意味気持ちいいっすよ。だけどね、本当、本当に音楽やって、あの時5年前音楽やってる意味とか分かんなくなっちゃって、音楽なんかやってる場合なのかとかいろいろ考えちゃって、めちゃめちゃ落ち込みましたよ。みんなもそうだと思います。いろんなこと悩んで悩んで5年経って、今日ここにみんないろんな思いがあって集まってるなと思います。福島の方たちもたくさんいると思います。地元に原発があって不安で不安でたまらない人たちもたくさんいると思います。ではどうすればいいのか、じゃあ自分はどうやって生きればいいのか、ある意味自分とのね戦いなのかもしれない。戦いっつうか自問自答の本当毎日です。まずは自分がこの世の中がいい気の流れになる、いい感じになるって信じて入れてるかどうか、まあそれが本当に大事だと思うんですよ。革命ってそういうことだと思うんですよね。自分がまず本当にこの世の中が良くなるって信じて入れてるかどうか。5年経ってもこの状況、確かに、忘れたくなるような、もう本当思考停止になるような状況たまにありますよ。だけど諦めちゃダメだ、絶対。それでも生きていきましょうよ。それでもいい感じにしようと努力していきましょう。絶対。そんな時こそみんな仲間がいるじゃないですか、こうやって。人生は続くって歌っす。サマータイム。
どうもありがとうございます。おー、いいっすね。みんななんか晴れてき、晴れたしね。あー、今日も皆さんこれから街中をメッセージして練り歩くわけじゃないですか。うん、それもね、俺ね、ダンスだと思うんすよね。それも音楽だと思うんですよ。みんなで、ね、声を出して、ね、声を出すってことは、やっぱりさ、ね、鳥がさえずるように、それもやっぱり音楽だと思うんですよ。俺が今こうやって歌ってるのも音楽だけど、みんながこれから、ね、するアクション、行動、ね、メッセージ、それ全部やっぱ俺は音楽だと思うんですよね。最近のデモとかみんなビートがあって、ね、ラップしたりとか、音楽、太鼓鳴らしたりとか、必ずそこには音楽があると思うんですよね。だから、音楽をやってる、たまに俺もね、ツイッターとかで言われるんですよ。お前はバンドだけやっていればいいんだとか、ね。ああ、そんなね、なんていうのかな、社会的なこと言ってるんじゃないとか、そんなことないっすよ。そんなナンセンスな話は全くないっす。うん。俺はこれからも言いたいこと言うし、やりたいことやります。うん。皆さんもそうでしょう。それは何のためなんですか。人生を楽しむためじゃないですか。うん。福島の人たちを助けるためじゃないですか。未来の子供たちにつなぐためじゃないですか。いい未来を。僕も実は今日三男、三人子供いるんですけど、息子が。三男の、えってやつか。三男が今日2歳の誕生日なんですよ。どうもありがとうございます。そして次男が3月11日が誕生日なんですよ。ね、誕生日の準備をして、ケーキを買って、晩ご飯のパーティーの準備をしていたら、新潟で僕は震災、ね、目の当たりにしました。テレビを見てて。で、まさかの宮城県、僕の家内が宮城なんですよ。宮城県に津波が行ってる。もう今からお父さんに電話しなきゃいけない。電話が繋がりませんでした。それから1週間、何も連絡がつかない。本当にその時は怖かった。ただメールを一つだけ打ちました。石巻にいたんですよ、お父さん。そのメールを見て、海沿いにいたんだけど、そこから離れて、そのメールを見て逆サイドに車を走らせたんですね。